急なんですが、パパママごめんなさい。そして事務所の方々ごめんなさい。今回何があったかと言いますと、私の仕事で最も大切なものをなくしてしまいました。なんと海にスマホを落としてしまいました。ひーちゃん、はい、反省してる？してます。そうだね、あの時は海で大泣きして謝ってたもんね。そうです。まあそのことについて今日お話ししていこうか。はい、それではレッツゴー。はい、っていうことなんですけど、やらかしました。今日もパパが入ってきてくれます。はい、ひなたのパパです。今日もよろしくお願いします。全部ひーちゃんのせいじゃないんだよね、あれね。パパも一緒に撮影していて、もうポケットから落ちそうな、今にも落ちそうな感じだったにもかかわらず、パパの危機管理もなかったからね。そこでポケットに入っているスマホをパパが預かるべきだった。まあひーちゃん もあの少し反省するとこがあるのなら、普段ね普段からね、携帯の管理がしっかりしていなかったっていうのもあったので、そういうことがね起きたのかなと思います。普段から携帯を、ね、スマホを大切にしてたら、海の中に持っていちゃいけないなんて察しがついた。そうだよね。じゃあ、まあ、そういうところが普段の生活がこのお仕事に影響してくるよってママにいつも言われてることだよね。まあ、とはいえひーちゃんもいい映像を撮ろうと思って一生懸命だった、まあ、それが理由で落としちゃったのかなってパパは思ってる、うん、まあ、でもお互いね、パパもひーちゃんも2人ともがしっかりと管理できなかったことをみんなに謝らないといけないね。はい、もうひーちゃんもパパもしっかり反省しましたということで、今からちょっとその時の話をね、はい、伝えていこうかね、はい、じゃあもうこの動画はきっと、ね、海の撮影が投稿されてから投稿されてると思います、はい、じゃないとちょっと話がね、辻褄が合わないというか分かんないもんね。で、あの日の収録は初めて Vlog にチャレンジしようって言って、うん、GoPro を買って初めての撮影で、ちょっとパパもちょっと緊張してたっていうか集中してたっていうところがあったんだよね。その今にも落としそうなシーンっていうのがあるもんでね、ちょっと見てもらおうか。もう海が楽しくて、もう携帯のことなんか全く考えてなかった。携帯どこにあるのかもう分かんなくて。そうだよね、気づいたの一番最後帰りの時だった。なんでなくしたのかっていうのを考えたら、もうスマホがまずどこ にあったのかもう思い出せなくて、本当にそれくらいスマホの管理不足。まあそのね、せっかくなのでっていうかあれなんですけど、まあ、落ちてるね、スマホが落ちるシーンがあるので、ぜひそちらをご覧ください。どうぞ。もう今にも左ポケットにスマホがあるんですけど、今にも落ちそうです。これがもう本当に落ちそうで、でこっからさらにやばいことを知りますんですけど、楽しそうですね。もうスマホ落ちることなんか予想してないでしょ、考えてないでしょ。はい、ここまではすごく幸せだったもんね。そう、めっちゃ超幸せだった。もうね、今にもスマホが落ちそうなのに、なのにもかかわらずジャンプしてます。なんということでしょう。いやもう落ちるしかないでしょう、スマホは。もうこのスマホ一生懸命持ちこたえようと頑張ってるのに、もうしがみついてるのに、ジャンプするそこでってもう絶対叫んでるよねっていう感じで、何回ジャンプするっていう感じ。最後
後のジャンプでなんとスマホがポロリで海に流されちゃいました。あースマホ、なんで最後のジャンプ、最後のジャンプがなかったら落ちてなかったかもしれないのに。もうバカだよね、ジャンプしちゃったもん。まあ、だけどね、実はこんなことがあったっていう話なんですよね。あの時は忘れもしない食事のシーンを撮って終わろうと思ったのね、海の Vlog だけど、その食事のシーン撮れず、まあ、なんで撮れないかっていうと、着替え持ってきてないパパが海の中まで探しに行ったもんね。もうスーツ着てるのにもかかわらずここまでもう潜って海に入って濡れて必死に探したもんね。ねえ、もうかなりのピンチだった。だから翌日ひーちゃんだってお仕事あったもん。そう、大切じゃん、使うじゃん、めっちゃそう、スマホも必要だもんね。もうね、めっちゃ迷惑かけてる。すっごいママにね、スマホ買いに行って無茶ぶりにも程があるよね無茶ぶり、ママだってマジで困っとった、奇跡的にね。そう、5軒目ぐらいにね、話聞いてくれるお店があって、うん、で急遽当日そのまんま買ってきてもらったもんね、うん、あとマネージャーさんにも連絡したんですよね。でそれちょっと面白いのが、マネージャーさんがスマホなくしてしまいました。マネージャーさん、ドッキリですか、ドッキリですか、ドッキリじゃないですみたいな感じで、そうそういうドッキリですかみたいな、うん、何回も言われたのね。そう、ひーちゃんがね、いや、なくしちゃいましたって、企画ですかドッキリですか、企画ですか、ドッキリですか、ドッキリですか、どういうこと、どういうことって思ってた会話の、まさかなくすっていうわけで、ああ、そうだね、うん、マネージャーどうやってなくすのって感じだった、逆に、後から振り返ると本当面白かったね。面白いね。うん、ドキドキだったよね。で、家に帰ってひーちゃんの伝説の伝説だとか言うな iPad iPad ね、あれがあったからこその今の自分がいるって感じ。そう、ひーちゃんの生みの親TikToker ひなたの生みの親の、ね、iPad で、この iPad がスマホと同期してたんだよね。だから中身が一緒なんだよね、スマホと iPad が中身が全く同じ状態になっているんだけど、うん、そしたらですね、 TikTok の下書きが2000個ぐらいあったんですけど、その下書きが全部なくなっていました。チーン、もうね、その時アルバムは更新されてたんですよ、今まで通り。あ、写真は？そう。へえ。それで、まあ、家に着いて iPad を確認してって言ったら、ママが新しいスマホを持って帰ってきてくれたんだよね。そちらのスマホがこちら、もうステッカー入れてるって感じなんですけど、なんとなんと奇跡的にそのデータ全部復旧することができました。もうそのままないと思ってたんですよね、同期にした時に。で見た時に同期できました、見ます、全部戻ってたんです。すごくない、うん、だからデータがなくなってたわけじゃなかったっていう話だね。はい、ということで今回はね、もう私のスマホの管理不足、そこはめちゃくちゃ反省しないといけないですね。スマホをなくさないように注意したいと思います。なので皆さん、もう私がやる立場じゃないんですけど、スマホをなくさないように気をつけてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。ぜひ